はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。北に行くとですね、いいらしいんですよ。情報、北に行けとのことなんですけど、これね、どうも北にある洞窟が怪しいんだが、なんですけど、北をね、探索しました。そしたら、結局見つからなくて、この辺ね、ちょっと見つからなくてですね、見つけられないっていう方が正しいんですかね。ちょっと、これアップで見れないのかな。あ、見れたね。これ多分ですけど、この北東、じゃあ北西か、北西にある、これダンジョンだと思うんですよね。黄色い四角で囲まれた。で、2つあるんですけど、下の方は多分グルグ火山なんですよね。で、多分この上にある、グルー火山の北にある、この四角で囲まれた、黄色い四角で囲まれた、ここじゃないかなって思うんですよね。なので、ちょっとそこ行ってみたいと思います。はい、船でちょっと移動しますね。ちょっと久しぶりの船ですね。久しぶりの船旅で、あ、そうそうそう。ちょっと、友達から聞いたんですけど、モンクはね、ヌンチャクを外した方がいいと言われました。はい。ちょっとよくわかんないんですけど、なんかそっちの方がね、攻撃力が上がるって言うんですけど、上がったね。確かに上がった。下がっちゃうね。ちょっとこう。ね、モンクめっちゃ強いよみたいな話聞いたんですけど、どうしよっか。ブリザラでも使う？どうですか？素手の方が強いんですかね？体術ですからね、文句はね。ああ、もう攻撃がうざい。もう OK。お！めっちゃ強え！すげえ！なんだよ、これじゃあ、もっと前から知ってたらもっとね、楽できたのにね。めっちゃ強え、文句。無双だ。無双状態。戦士より強いんじゃない？だってヒット回数がめちゃくちゃ多いよね。10回だって。どっから行くんだ？いやー、これもうちょっと早く知りたかったですね。この辺から船乗り降りできるかな？これ、行くのかな？もしかして。なんかそれっぽいっすね。これっぽいっすね。この川を、ちょっとどういくかわかんないですけど、ああ、こっちじゃない。適当にちょっと進んでみますけどね。この、水辺の敵がまた強いんですよね。サンダラ使いましょう。あれ、アイテムを補充したっけか？したよね、確か。よし。わあ、めっちゃ強い、こいつ。ほんと。やった。これだけ火力出せれば、ね、バフかけて、ボス戦楽に戦えるんじゃないかな。オッケー。オッケー、レベルアップ。39。強くなりましたね。アイテム補充してますね。あ、毒消し買ってないか。そっか、売ってなかったのか。アイポーション。あれ、ポーション買わなかったっけ？整頓。そうだね、ポーションも買ったね。ガツガツ進んでいくよ。こっちわかんないけど、適当に進んでるけど、こっちで合ってるかな。ネオチュー。オッケーオッケー。いいね、いいね。強っ。文句、ヤス先輩。強いっすね。さすが、ヤス先輩。普段お世話になってますからね。あ、あ、
そこにも洞窟あるけど、こっちへ先行こうか。はい、あら、まだか。ヒドラ。オッケーオッケー。いいね、いいね、強っ。いいっすね、10回ヒット。ヘイストかけたらもっと増えるかな。こいつらはザコだよね。汚い、汚い。そんなの全然効きまへん。ファイラと。よーし。浮遊石だっけ。飛空艇手に入るかな。ワンに飛空艇そもそも出てくるかどうかっていうとこなんだけど、ちょっと一旦ここでセーブして、さあ行きましょう。氷の洞窟。はい、氷の洞窟。スペクター、何使う？ファイラー。氷の洞窟だから、あーでも、アイスブランド効かねえのかな、もしかして。効かなかったらどうしよっか。ファイラー効く？あ、いいね。やっぱ炎系には弱いのかな。どこまで行くんでしょうかね。一本道です、今のとこ。ピスコディーモン。もう一丁ファイラー行こうか。あー、ヤス先輩狙われてる。よし。あ、効くね、アイスブランド。ファイラー。どうかな？いやー、全然効かねえ。こいつら魔法に強いのかな？多分そういう感じだよね。見た目なんか魔導士っぽい感じで。じゃあ殴ろっか。やばい、ヤス先輩回復させないと。攻撃力はね、攻撃ってか、まあ火力は出せるけど、戦士ほどの耐久力がないからさ、文句はね。よし。いいね、いいね。いいっすよ。アタックはこれで2枚看板なんでね。これでよーし。よーし、行こう。え、今何個使った？88個か。階段があるけど、ちょっと待て。あー、奥にも、奥が正規ルートかな。あー、なんかいっぱい出てきたけど、ガンガン魔法使って削っていくか。エーテルあるしね。よっしゃ。そんな強くもねえな。こっちは行き止まりか。オッケーオッケー。また出てきた。マミー、コカトリス。こいつら序盤の敵だよね、確か。一番最初のなんだっけ、カオス神殿だっけの時の敵だよね、確か。よーし。でもお金すごい手に入る。さあ、どっち行こうか。こっち行ってみる？こっちは？あ、繋がってんのね。ファイラ。そことね、もう、魔法で削っていこうか。エーテルもあることだし。よし。オッケーオッケー。こっち宝箱とかないよね。ないね。アイスギガース。それでもアイスブランド効いてるね。あー、また出てきた。マインドフレイヤー。
よし。いいね、いいね、いいね。文句強い。いいですね。ダークウィザード。ファイラ。効くかな。魔法効かないパターンもあるからね。ああ、効かないな、まあ。よし。いいね、シゲ先輩。いいっすね。いいっすよ。よーし、お金すごくもらった。お金、すごい。こっちかな？一本道っすね、基本、ここ。お、なんかある。え？落ちた。くっそー。落とし穴か。やっぱ一筋縄では行かせてくれませんね。さあさあさあ、早く攻撃してよ。いいっすね、スペクター、レイス。よし。オッケーオッケー。何？どうなってんのこれ。あー、ダメージ受けちゃうんだ。でもその割ですね。ダメージそのものは。あー、結構これきついわ。あー、やば。ヒデがやばい。よし。まだ倒しきれないか。ナイスナイス。よし、回復しよう。回復。こんなもんでいいかな。よし、行くぜ。宝箱。ホワイトドラゴン。こいつら強そうだな。あー、強い。オッケー。文句頼む。あー、そうでもなかったね。アイスアーマー。ミスリルの子って、アイスアーマー。アイスアーマー。氷の力をまとうアーマー。火では火では、ミスリルメールしかつけれないか。あー、また戦っちゃったね。吹雪。効くねー。よし。まあ、結果落ちて正解だったかもね。宝箱手に入るし、こっちはなんもない。ちょっと回復しようか。一歩につきダメージ1かな。よし、行こう。どっち？こっち？わからん。わからんよ。いいね、いいね。さあ、決めてくれ、これで。マインドブラスト。麻痺とか？あー、麻痺だ。しかし、これで終わりだね。先制攻撃。よし。最後か。これ結構きついんだよな。よーし、レベルアップ。こっちは外れだ。せめて宝箱ぐらい置いてほしいんだけど、こっちも外れ。ちょっと回復。火でもう少し HP 伸びてほしいよね。まあ赤といってもやっぱ魔導士、魔術師だからかな。
光戦士ですよね、要はね。よし、こいつらはそう強くないでしょ、スペクター。敵自体はね、そう強くないね、出てくる敵自体は。 OK、 レベルアップ。え、どっち、どっちですか。こっち、あ、宝箱発見。もうこれ以上持つことはできない。ってことは99個のものだね。なんだろう、ハイポーション、ハイポーションで行ってみる。ここにして、あー違った、まあいっか。ここかな、お金か。ここはこいつらもう殴る、魔法は使わない、弱いから。よし、いいね、いいね。飛んでる敵に素手で殴るっていうね、すごいっすよね。あー一撃で倒せない。シゲ先輩しょうがないか。よし、ここは、おっと、あれは落とし穴だね、多分。お金、寝袋、アイスシールド、こっちかな。あとは先制攻撃のチャンスだけどさ、やっぱ魔法使うか。ファイラ一旦で落としたいからね。よし、こっちは正規ルートなのかな。ちょっと一旦戻ろうか。さあ早く魔法打ってくれ、魔法打ってくれ、打て打て、ご飯よっしゃ。はい、こっち行くと、あら出ちゃったね。え、ちょっと今違うじゃん。ちょっともう一回行きましょう。もう一回。もう一回ね。スペクター。ああ、まあヒット。通常攻撃で麻痺の効果あるんか。まあいいや。よーし。降りて、まあどっちでもいいんですよね、つながってるから。レイス、ファイラ、ヒデ、早く早く、ヒデ早く。まあどうでもいい話なんですけどね、あのなんて言いますか、今日は、この動画の収録日は9月9日です。はい。前日の9月8日にですね、ちょっとヒデとヒヤス先輩とちょっと飲みに行きました。はい。まあどうでもいい話なんですけどね。まあ普段からそういうね、付き合いがある人にちょっと出演してもらったと。まあ名前借りただけなんだけどね。そういう感じですかね。まあそうですね、デフォルトの名前が決まってないゲームとかだとね、もしかしたら今後、まあ知り合いの方の名前ちょっとお借りすることもあるかもしれません。でも基本、まあデフォルトのあるね、名前、デフォルトで決まってる名前のね、ゲームだとそのままデフォルトで行こうかなとは思ってます。はい、まあどうでもいい話なんですけど、ここまで戻ってきましたね。これ落とし穴に気をつけていかないとダメだな。はい、オッケー。宝箱の前は敵出てくんだよね。よし、
服。いらねえ。今更感が半端ねえ。あれどうやって行くんだろう。あの真ん中のなんか、フレームソード。来た。来た来た来た。これじゃね？ヒデにじゃあ、アイスブランド。よし、これで。これどうやって行くんだ？穴絶対落ちちゃうよね。やっぱ落ちるか。あれが多分浮遊石なのかな。そういう気がしてますよね。いやー早く魔法早く。おいいね、かっこいい。フレームソード、フレームソードだっけ、なんだっけ。早く早く、よし。下か。このまま下行けばいいんだっけ。ああ、食らっちゃうね。そろそろ回復しないと。よーし。ポーションで回復しますよ。A ボタン連打です。連打連打。もう、とてつもなく連打。超絶連打で。よし、行こう。こっちさっき行ってないよね。あ、いっぱいある。お金。お金。お金。まあ、結果オーライでしたね。ウィンターウルフ。あー、結構食らう？そうでもな、そうでもないね。よーし、ヒーズ、ヒーズ、は？よし。お金、お金、お金、全部お金だったね。もうお金は結構もう持ってるんですよね。ちょっと嫌な言い方かもしれませんけどね。お金は結構持ってるんで、やっぱ強い武器欲しいですよね。結局こっちが正規ルートか。でもあれどうやって行くんだろう。嘘、マジか。即死食らった。マジかよ。くそー、ほんとか。まあ、しょうがない。ほんとなんかね、この辺は理不尽さが半端ないっすよね。昔のゲームっていう感じしますけど。やめてくれよ。ああ、ヒデの MP もだいぶなくなってきましたね。よし。アイスブランドでも十分な火力なりますね。あれ？ピスコディーモンだね。あと魔法。魔法効かなかったね、あんまり。よし、行け。オッケーオッケー。さあ、どんどん行こう。これは確か手に入んないんだよね。こっちじゃない。上とか、上行ってなかったっけ。はーい、ラッと。さあ、行け。ヒデ、早く、早く、早く押せ。よーし。
これ全員赤魔同士、赤魔術師か。でもいけるんじゃない、もしかして。パーティーで、すっげえつまんねえパーティーになりそうだけどね。え、剣使って魔法使って回復してとかね。まあなるべくね、同じジョブのキャラでね行きたくはないですけどね。こっちが階段か。確かもうアイテム取っちゃったよね、全部。やっぱあれが浮遊石なんだね。どうしよう。あれ完全に落とし穴に囲まれてたけどさ。ちょっとよくわかんないですね。わかんねえな。ここ確か入ったよね。やべ、石化そうだった。石化回復するの忘れてた。ストナーだっけ。ストナー。オッケー。ヤス先輩が、石となってしまった。まあいいでしょう。すぐ直しますからね。いけー、ストナー。まあ状態異常はほんとめんどくさいですよね。いけ、だから金の張り手に入るんだね。あ、間違った、落ちた。あ、え、あ、こうやっていくわけね。ビビるアイ、これが事実上ボスなのかな。ちょっと本気出してみます。プロテア、え、一撃倒しちゃった。あ、そうですね、ボスっぽいですね今のは。浮遊石オッケー。はい、で、あ、歩いて戻るんですか。テレポやっぱね、覚えたいっすよね。なんだっけ、テレポ、ダテレポ、なんだったっけ、脱出するやつ。覚えたいっすけどね、ちょっと、まだ今は覚えられない状態なんで。まあ、いっか。さて、またこの道を戻るのがすごくめんどくさいんですけど。あー、いら、さて、どうしよっか。よいしょ。どっちだっけ、こっち、あ、違ったっけ。あ、いいんだね、こっちだね。こっちでしょ。まあ、偶然ですけどね。うまくいった感じです。はい、だと。どうしよっか、また。またさっきの、なんだっけ、村に戻るか。一旦ね、買い物したいし。 OK、 よし。じゃあとりあえず一旦セーブしましてですね、戻ろう。まあ時間もいい感じなんで、戻ったら一旦切りますかね。あ、ヒデちょうど MP なくなった。まあ、いっか。ヒーラー使いましょう。OK、いいね。
やっぱ炎系の装備だから効かないのかな。雷系の武器だと多分効くんだろうけど、そうでも、まあでも結構効いてるよね。よし、フェアールはよし行こう。あ、そうだ、こっちにもなんか洞窟あるんですけど、これはなんだ、風のささやく洞窟、あれかな、クリスタル系のあのなんだっけ、カオスがルパガミド、風のカオスみたいなやつなのかな、これ。渦巻く風の不気味な音がする。うん、ちょっとこの辺はまだノータッチでいきましょう。はい、じゃあとりあえず船戻って村戻ってって感じにするか。あ、間違った。よし、さあサクサク倒していきましょうよ。よし、ヤス先輩やっぱちょっと耐久力がないっすね。強いんですけど、さてこっちだっけ、こっちだよね。 OK、 船戻ってきた。さてじゃあもっと戻ろうか、買い物したいし、ポーションまた99個買っとこう。常にもうね、ポーション、回復アイテムが99個保つようにしていこうか。よし、2ターンはかかるな。シゲ先輩で倒せるかな。倒せないよね。よし、ヘビ、ほんとヘビ苦手なんですよね、僕は。あの、なんていうか、筋肉質のあの体がね、なんかちょっと気持ち悪いんですよね。昔そんなことなかったんだけど、なんか大人になったらちょっと苦手になりました。よし。はい、戻ってきた。じゃあ、とりあえず宿屋泊まって、あっちね。よし、あ、倒せない。よし。はい、じゃあまず宿屋泊まろう。わあ、お金すごい、36万だって。もうだいぶ後半まで来てんのかな。そうだよね、カオス2体倒したし。よっ。でもまだ全然ね、クラスチェンジする気配がないんですよね。クラスチェンジするらしいので、どのタイミングなのかっても全然わかんないし、ポーション買っときます。はい。はい、OK。はい、ポーション。エーテル、フェニックスの買っちゃう？買っちゃうか。買っちゃおう。これでもまだ30万切らないもんね。36万、4万ぐらい使ったけど。まあいいでしょう。はい。ということで今回はここまでにしたいと思います。ちょっと次どこ行ったらいいかわかんないんですけど。あ、待て待て。ちょっと情報仕入れてくる。なんかセリフ変わるかもしれないからさ。あー、ダメだ。変わんないね。じゃあちょっと次はもしかしたら探索動画になるかもしれません。まるまる30分探索になっちゃうかもしれませんし、ちょっとどうなるかわかんないですけどね。次回も見ていただきたいと思っております。はい。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。